じゃあ今週の発売アイテムが決まりましたのでそちらを見ていきたいと思います。今週はシプリーム24年 SS シーズンのウィーク18ですね。バンズの新作スニーカー、シドが発表となっております。それからレギュラーアイテムも決まりましたので今日はアイテム1点1点見ていきたいと思います。はい、こちらはシプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。 ということで、w ィティ18今週の発売アイテムが決まりました。今週はバンズのスニーカーシドというモデルが発表となっております。バンズのスニーカーの中では結構マイナーなモデルですね。 えー、バンズといえば、やっぱりスケートハイとかオールドスクール、えー、その辺がも最もメジャーですけれども、その他にはオーセンティックとかエラーとかスリッポンとか、その辺のモデルが一番、えー、名前が知られておりますけれども、その他にも、えー、モデル校のシドというモデルもあると。これは90年代中頃に登場した少しレトロな雰囲気のスケートシューズと、 え、いうことで、シドというモデルで、が採用されたコラボシューズが発表になっていると。で、今回も、あの、コラボの、そのデザイン、このパッと見て、この画像を見ていただければすぐわかる通り、この真ん中のところにスプリムのオリジム、お、お馴染みのフレーズのファック M という、え、このフレーズキャッチコピーが採用されているというデザインになっております。 で、このシドというモデルは、シュプリーム過去にもコラボスニーカー発売したことがありまして、それがこちらですね。本来であれば、このバンズの V マークがこのサイドのところに入ってるんですけども、今回のモデルはそこの部分を FAC-M に置き換えていると。で、これは2018年のコラボなんですけれども、その時はオリジナルのシドのモデルに比較的忠実な雰囲気に仕上がっていたと。その時は、あの、シュートのところにシュプリーム っていうオールドイングリッシュのロゴが入ってるだけの非常にシンプルなコラボでしたね。このダルムシアン柄なんかも発売になっていたと。その他にはオレンジやブラック、そして最初見たパープルカラーなんかも出ていたということですけれども。で、今回はそこの V の部分がこの FACM という文字に置き換わっていると。 ということで。まあこれリーク画像が数日前から出ておりましたので、発表前にこの内容を分かっておりましたけれども、カラー展開が分かっておりませんでした。ブルーの他にレッド、それからブラック、この3色で出ると。A、3カラー展開ですね。前回はアニマルからありましたけれども、今回もアニマルはあるのかなっていう話も一部ありましたけど、今回は単色のみで発売予定になっていると。 でこ,のこの時は価格14000円でしたね。14,040円とかっていう価格でした。その時はま,あまだ8%だったんですね、消費税がね。なのでまあ今回も1万4 0 0 0円ぐらいで出てくるんじゃないかなという予想です。で、この FAC-M というのはシュプリムのオリジナルのコピーなんですけれども、オリジナルお馴染みのコピーなんですけれども、まあ、よく使いますね。 で、近年一番あのー、記憶に新しいのが、この、ラージファックエムネオンサインっていうのが発売になりました。これ国内は発売ありませんでしたけれども、こういう看板なんかを出しましたし、えー、そのバンズの、えー、バンズのコラボスニーカーでもこの採用されておりました。これ10年ぐらい前ですかね。ファックエムという、こう、プリントで入っているというか、とかっていうモデルも確認は出ておりました。えー、で、今回は、えー、その、 バンズのシドの丸のところを、そのックエ m という文字に置き換えているというコラボスニーカーが発売になると。いうことで、カラーは3色展開6月15日土曜日、Week 18で発売予定になっております。それから、レギュラーアイテム、レギュラーアイテム見ていきたいと思います。 レギュラーアイテム、ルックブック、こう出ておりますけれども、早速、レギュラーアイテムは、まずシャツから、メッシュパネル、リネン、SS シャツって、これシャツ最後の1個ですね。レギュラーアイテムでは最後の1個になってくると。コラボとかでまた出る可能性は、なきにしもあるはずですけども、一応、シャツは最後の1枚。リネンシャツ。ということで、夏素材のリネンシャツ。で、サイドのところが、メッシュの切り替えになっていると。 ということで、結構風通しが良くて涼しそうですよね。で、カラー4色で発売して。ピンク、えー、それからネビとかホワイトブラック。この4色で出るよと、えー。そして、これが今週かなり注目のアイテムですね。スターバスケットボールジャージーとスターバスケットボールショーツが出ると、えー。これはもう、あの、今、ルックブック画像でも出ていた通り、えー、ビリー・アイリッシュが最新の MV の中で着用していると。 この黄色のバスケットボールジャージとホワイトのショーツ、これを着用して、かなり話題になっておりましたが、いよいよ出てくると。で、価格もこれ事前に発表になっておりまして、バスケットボールジャージが2万2000円で、ショーツが19800円ということで、価格も手頃ですね。あ、ちょっと待つ画像が今、黄色しか出ませんけれども、これはブラックも、ホワイトもあるよと。 えー、ということで、バスケットボールジャージー非常に注目度が高くなっているんじゃないかなと思いますけども、いよいよ発売予定になっております。えー、それからオーバープリントスモールボックス SS トップ、えー。こちらはオーバープリントで、ホワイトの T シャツにオーバープリントですることによって、このスモールボックスを浮かび上がらしているというものでスモールボックスの部分だけベースのカラーが出ているということですね。ホワイトのベースのカラーが出ているよというような。 えー、プリントの T シャツになっていると。逆プリントと言うんですかね、えー。スモールボックスの、オンラインスモールボックスのところをプリントして、スモールボックスプリントするんですけれども、えー、この全体をプリントすることによって、スモールボックスを型抜きしているというようなデザインになっていると。カラーは5色ですね。オレンジとかオリーブとかブルーとかっていうカラーも出るし、ホワイトは、ホワイトなのかなこれ。まあ、グレーっぽいカラーも入っていると。 それからマチュピチュ SS トップ。これは古代インカ帝国の遺跡、マチュピチュという、あ南米ペルーにありますけれども、マチュピチュっていうのはこれですね。この遺跡をイメージした刺繍を落とし込んでいるという T シャツです。 まあ、これはあの、自然と、山とかの自然と、あと遺跡がこの辺に描かれていて、もう少し動物とか鳥とかもいますね。これちょっとベースが黒なんで見にくいですけれども。シュプレムのロゴはこのサイドのところに入っていると。これ全部刺繍で作っています。非常にあの、品のある感じの T シャツに仕上がっていると。こういうのが結構最近人気になりますね。先日出たブーケー SS トップっていう、なんかちょっと花束っぽい感じの絵が描いてある、 え、品の良さそうな T シャツも結構人気になりました。なのでまあ、これも注目のアイテムになってくるんじゃないかなということで。え、カラーはブラック、ホワイトの他に、え、グリーン系のカラー、それからパープル、ピンクっぽいカラーも出てくると。え、それからナイロンペインターショーツ、ナイロン素材のペインターショーツ。まあ、これは、え、まあ。 シンプルなアイテムですけれども、ステッチワークが特徴的で、ホワイトでステッチしてるんですね。なので、ダーク系のカラーだと、ステッチが結構見えてくると。で、コルシプレムのオーバルロゴ、ちょっと画像がちっちゃいというか、あ悪いですけれども、オーバルのロゴといって、あの、楕円形のロゴが、あんまり使われないロゴですけれども、まあ、たまに使うやつですね。が入っていると。これ、ラバーとかなのかな刺繍なのかなその辺はちょっと、これ出てるから。 えー、あ、出てないですね。ちょっとこれは何なんでしょうね。ちょっとわから、分かりにくいですけれども。えー、そして、コーテッドデニムのキャンプキャップ、それからクラッシャーハット、えー、というのも発売になります。えー、これはコーティング加工というのをしているということなんですけれども、少し色落ちしたような雰囲気に仕上がっていると。えー、キャンプキャップとクラッシャーハット。 カラーは5色ですね、全部。ブルーとブラックの定番のデニムカラーに加えて、イエローやレッド、それからこのライトブルーっぽい感じのカラーも出ると。ライトブルーのみ赤ボックスですね。あとはトーナルカラーにボックスロゴがなっていると。それからクラッシュハットの方はスクリプトロゴの刺繍になっていると。これもライトブルーとかも出てくると。ちょっとここの色が違いますね。これグリーンっぽく見えますね、クラッシュハット。 こっちはイエローっぽく見えますけど。えとかっていう感じになって少し色が違うのかな。えそれからクラウンバンドナイロンシックスパネル。えこれはナイロンのシックスパネルですけど、クラウンバンドって言ってバンドをここの、えこのトップのところに一周ぐるっと毎月付けたようなスポーティーな雰囲気に仕上がっている、えナイロンのシックスパネルキャップと、スモールボックスですね。それからここのバックのところに D カンが付いてるんで、 な、なので、なんかフックとかに引っ掛けることもできると。なので、バックとか、バックにフックがついてると、そこに引っ掛けて、とかっていうこともできるような仕様になっている、というシックスパネル。それからアクセサリー類。今週は、アクセサリー3つ出ます。まずは IC、IC スラッシーマシーンということで、家庭でフローズンドリンクが作れるスラッシュマシーンというものが発売になると。 え、チェリーとラズベリーの、ブルーラズベリーのシロップがくっついているということみたいなんですけど、これ国内でどうなんでしょうね出るんでしょうかねこれはなんかあの、フローズンドリンクってあんまりあのご存知ない方いらっしゃるかなと思いますけども、過去には結構日本でも売ってましたけども、最近あんまり見ないですね。このジュースとアイス、えっ、ーえー、と、シャーベットの中間みたいな感じの飲み物ですね。 え、というのを、フローズンドリンクっていうのが、昔は結構よくコンビニみたいなところでも売ってたんですけど、もう最近は全然見かけないですね。アメリカとかだと結構あの、一般的な飲み物というか、なんですけども、日本だとあんまり全然、最近見かけなくなりましたね。とかっていう、フローズンドリンクが作れるスラッシュマシンというのが発売予定になっていると。それから、これもあの、注目のアイテムですね。テトリスミニ。 これはまあ90年代ごろにかなりあの人気になったテトリスというゲーム元祖落ち物パズルと言われているテトリスというゲームがあるんですけれどもそれのキーチェーン型のミニゲーム機ということでこれも90年代中盤ぐらいに出て中期ぐらいに出て結構爆発的なヒットになりましたね。 で、現在は、こちらのテトリスミニゲームテックというとこから出てるんですけども、このぐらいのサイズ感のものですね。定価は1500円って今出ておりますけど、税抜き。まあ3000円ぐらいで買えるんでしょうかね。シュプリムとのコラボで。というようなものです。はい。 えテトリスミニが3カラーで出ると。エシプリムのロゴはここのサイドに入っているんですね。この画面には出てこないんだな。画面に出てくるようなパターンの、こういうデジタル、時計とかありますけれども、ありましたけれども。今回はこのサイドのところにボックスロゴが入っていると。カラーはスケルトンのクリアとレッドとブルー。それからトーナルロゴタオルと、トーナルロゴの えー、もう、ロゴが同色で入っている、えー、ビーチタロウ、大番ーーのビーチタロウですね。サイズは 170×100 とかって結構大きめのサイズ感になっていると。えー、ウッドランドカーモなんかも入っている、えー、全4色で発売予定になっています。ということで、えー、今週は発売アイテム結構色々ありますね。えー、もう、えー、レギュラーアイテムも 結構残りわずかになってきているので、えーまあ、レギュラーアイテムはこれでもほとんど全部出ちゃうぐらいの感じなのかな。あとまあ少しほんのわずか残ってるというような感じになっています。ということで今週は、えー、バンズのスニーカー、それからレギュラーアイテム、えー、ウィーク18、6月15日発売アイテムを見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。